イートン校、オーデンバルトシューレボーディングスクールは、全寮制の寄宿学校。ボーディングとは、寄宿、下宿生活を意味する言葉で、両親や家族と離れ、寮生活において学業のみならず心身ともに、収容し、規則、礼儀、自立心、コミュニケーション能力を養成する。授業は少人数で行われることが特徴である。日本語では、寄宿学校とも訳す。 フィニッシングスクールは、両家の女子が社交界デビューに備える、行儀作法のための学校であり、これとは、区別しなくてはならない。王公貴族の子息が多数在学、卒業する教育機関でもある。現代に続く、ボーディングスクールの祖は15世紀から16世紀にかけて、英国で創設された、寄宿制学校である。英国の寄宿学校の制度は、 英国とゆかりの深い米国や豪州にも受け継がれていった。18世紀の第四四半期には米国でも数多くの寄宿制学校が創設され始めた。また、19世紀末にヘルマン・リーツが英国の寄宿教育に習い、ドイツに田園教育者と呼称される数多くの寄宿制、教育機関を創設した。19世紀末以降スイスでも、 寄宿学校が創設され始めた。こうした実践を模範とする教育機関はアメリカ合衆国、オーストリア等に多数存在する。スイスのボーディングスクールは世界各国の学生、教師により構成され国際性が高い。スイスのボーディングスクールが創設されたのは他国のボーディングスクールの創設より後年である。 英国方式とアメリカ合衆国方式の両方を採用するなど、多様なカリキュラムを導入することを特色とする。スイス低年齢寄宿学校在スイス日本人専用寄宿学校イギリスのパブリックスクールは、ボーディングスクールの典型である。学生の多くは卒業後。 オックスフォード大学やケンブリッジ大学といった名門高等教育機関へ進学することからエリート知識階級を養成する教育機関として考えられている英国ウェールズ地方で日本人学生を受け入れているボーディングスクールとしては以下が挙げられる世界唯一のアートデザイン専科の寄宿制インターナショナルスクール授業は少人数で行われ 主に対話形式によるディベートの授業が行われる。アメリカ合衆国の上流階級指定の多くは、親元を離れて、ボーディングスクールで学ぶ傾向にある。近年では諸外国から、政界、財界のトップクラスを呼び、富裕層が、子息を、質の高い教育を受けさせ、また政財界における人脈を構築することを、 目的としてアメリカ合衆国のボーディングスクールに留学させる傾向がある。特に有名なボーディングスクール10校を総称して10スクールという。19世紀末から20世紀末まで先住民に対してはすべてインディアン寄宿学校というインディアンのみを対象としたボーディングスクールへの入学が徹底強制され民族浄化の手段に活用された。 カーライル・インディアン工業学校は、その第一号である。ザテン・スクールズ他の著名な、ボーディング・スクール・インディアン・寄宿学校国王、アブドゥッラー2世の養成により、2007年秋、中東において、初となる、男女共学のボーディング・スクールが創設された。国王の母校であるアメリカ合衆国ディア・フィールド・アカデミーに習い、全校生徒の約半数に、奨学金を与えている。 授業は主に英語で行うが、アラビア語は必修科目である。ありがとうございます。